きます。1、2、3。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜、お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日第21回の収録となっております。はい、はい、先週もお話ししました通り、はい、2本撮りの2本目、2本目、はい、なので、先週来ていただいたゲストマスクマンも、はい、いらっしゃいます。こんにちは夜やマスクマンです手がグーになってるよ手道ちょっとこの逆をパクりました。見えないのに手がグーは見えないのに、ね、まあ、だから説明したってところ見えない自由。そうそうそう元気ですねマスクマン。はい、すいません、もうあと余命がもう3ヶ月しかないんで。少ねえな、許してやってください。少ねえな、少ないな、うん、少ないな、許す、ありがとうございます。許す、許す、グーで殴っていいですか。全然許すよ。あ、いいですか、グーで殴っていいですか。何、何と一緒に燃やそうか。もう燃やす、怖い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 、燃やし慣れてるよ俺。怖い、嫌だよ。はい、感謝、感謝、怖い、怖い、映ってない、映ってない。はい、21回は放送日、2月20日の月曜日となっております。はい、はい、2月20日、はい、バレンタインも過ぎて、さて、2月20日にどんな運命が僕たちを待ち受けてるんでしょうか。2月、そうですね、いや、からよ、ハッピーワンが恐竜教室ばりになんか未来の世界にタイムスリップして、うん、揚げパンをめぐって骨肉の争いしてるかもしれないよ、金山さんがすごい汚い大人になって。やだ、そんな金山さん見たくない、見たくない。いや、見たくない、見たくないね。20日な、もしかしたら大地震起きてる可能性だってあろうけどかな。そうだね、この収録期間、この2週間の間に、うんうん、まあ無事に ね、これが放送されてることを願って、地球人、人類、全員、あの夏実さんと健太さん以外みんな黒ちゃんになったりですね。いやだよ。はい、じゃあ短い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ3人でテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーとなっております。はい、番組の感想などお送りください、よろしくお願いいたします。なんかはしょったな。はい、では本日はですね、はい、テーマはなくて、なくて、はい、あのゲストがいらし、ゲストの方がいらっしゃった時に、うん、聞いてるお話でもあるんですけれども、うん、うちらの番組はメンヘラジオ、メンヘラジオ、メンヘラに特化した番組ということでね、うん、今日、特化してるのか分からないね、まあ、特化してるのか分からんけど、先週からね、ゲストで来ていただいているマスクマンさんもなんか今ね、おじいちゃんがする素敵みたいなのをやってたけども。おじいちゃん大丈夫、はい、すまないね。
私がこんなばっかりに。マスクマンもね、例に漏れず、あの同じくメンヘラ友達ということで、はい、はい、そんなマスクマンさんにいろんなことを聞いていただきたいと、面がヘラヘラしてるんですね、聞いていきたいと思うんですけれども、うん、はい、面がヘラヘラしてるマスクさん、マスクさんじゃない、面がヘラヘラってこういうこと？ペラペラだね、面がペラペラだよね、ペラペラだよね、はい、本邦初裏面映ってないな今のこっち側だな、裏面でやっぱ、あ、映った映った、あ、OK、はい、汚いね、まあ、汚い大人になってしまったね、大人になっちゃったな、これ YouTube バンされるん違うの今の、これ18禁チャンネルもバンされる、あ、いや、ガンシーよりひどいだろ、上向きのバンされるん違うの、今のでセンシティブな内容が含まれておりますセンシティブセンシティブ、あ、じゃあ表面見せようかな、ほら、まあまあ、カビカビ、あ、バン、バンが2倍になった、バンが2倍になった、バンババンになった、バンババンになった、バンバンバ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 ンババ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 ンボッシュ、じゃあ、まあ、バンボッシュの歌が出たところで、うん、あの話を戻しまして、うん、バンボッシュ、ね、マスクマンは言ったら病名みたいな、病名診断名みたいなのは、永田のバンボッシュは潰れてもう2年も経っている病なんです、うん、ああ、それはちょっとしんどいですね、しんどいね、2年も経ってんの、あとちには何ができてんの、あのセブンイレブンができてます、セブンイレブンか、うん、おい、ちゃんとこだろ怖い燃やされるうちのケンタさん怒ったら怖いよ、大丈夫です、大丈夫です、まあ、はい、僕はですね、うん、発達障害、嘘です。ごめんなさい。今すごいすごいびっくりした。ちょっと早めに飲もうかなと思いました。聞いたなと思った。なんか今まで言ってなかった。今まで言ってなかったね。隠してたのかなと思った。いや、僕の時代にはその発達障害っていう名前はないですよ。ああ、そうなんですね。そうですね。なんか時代によって名前が病名が変わるみたいですね。あ、まあ、そうかもそうかも。流行りしたりがあるみたいですね、病名にもね。夏美さんの解離性障害もね、多分昔だったら。単純に多重人格って呼ばれたでしょうしね、なんか今斉藤智樹さんの本を読んでんだけど、なんか時代によって流行り廃りがあるみたいで、病名もだからこの医者の診断一つでいかようにも変わるみたいで、病名って、はいはいはい、だから信憑性みたいなのは病名を言ったから中通るかって言ったら、まあメンヘラなんで、通るのかないやでも確かに病院にのその医者さん、お医者さんそれぞれが同じ診断下すとも限らないですから ね、 そ う、 ね、あ、そうだよね、お医者さんによって違うと思うよ、うん、そうだね、うん、で多分、うん、会った医者みんな俺のことは面倒くさいやつと思ってると思うんですけどね、ちょ、病名、そうなの病名めんどくさいやつ、めんどくさいやつ、めんどくさいやつ、目の前のお二人今一番それを感じてるのかなと思ってるんですけどね、爪いじっちゃった爪いじっちゃった、マスクマンさんの面はめんどくさいの面だったんで、ね、あ、そういうこと、そういうオチなの、うん、そうですね、まあ、まあ、昔の名前で言うなら、うん、分裂、あ、聞いたことある、あ、分裂、精神分裂病みたいな、うん、うん、今だとそれは何に当てはまるんですか、精神分裂病って、あのゴルゴ13の本名ですか、えリューク統合、わかんない、デューク統合失調症ね、デューク統合失調症、マジョンがあったらいいね、デューク統合失調症、そうなの、そう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 、スイス銀行は意外と当てにならないらしいよ、あの実際にそのスイスまで行かないと銀行お金下ろせないんだって、うん、あ、そうなの、そうみたいね、だからスイス銀行って言ってるけど、あれ全然あの当てずっぽうみたいよ、へえ、うん、そうなんだ、なんかマネーロンダリングで、あの岡田斗司夫があのガイナックスをやってた頃に、うんうんうん、まあもう時間がどんどんなくなっていく、銀行、銀行って言えば銀行って言えばさ、今日さ、あの沖銀のカードでさ、あ、龍銀でさ、カードでさ、あの下ろせるって初めて知った、いやもう何言ってるかわからないけど、うん、僕があの翻訳すると、夏美さんは沖縄銀行のカードを持ってるんですね。翻訳？琉球銀行で沖縄銀行のカードを使って下ろせることを知らなかったんですよ。ATM。あ、そうなんだ。僕も知らなかった。嘘でしょ。あ、ATM ファミコンビニとかの ATM？ 違う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 。琉銀だって。
あ、そうなの。はい、琉球銀行の。あ、だ、小田初めて来たな。知らないよ。やっぱ東京の方がすげえな。すげえな。東京の方がやっぱすげえ。琉球言うとるやろ。琉球沖縄言うとるやろ。そうなんだ。そうそうそう、知らなかった。38年誰も教えてくれないよ。なんか孔子の言葉でね、人生50年経ってやっと落ち着いてくるって言ったけどね、全然落ち着いてないね、うん、悲しいな。50超えてないけど、琉球と沖銀は提携結んでるから、多分海銀とかはどうなんか分かんないけど、少なくとも琉球銀行で沖銀のカードでね、うん、あの日中行けば手数料無料で下ろせるし、沖銀で琉球銀行のカードで手数料無料で下ろせる。義務教育で習わなかったよ。まあそうだね。そうだね。小説家の人が国語の試験を受けて、うん、自分の小説を解説しろって言われて、はい、間違えたんだって。先生がこの解釈間違ってるって言ったんだって。僕のなのにって。うん、僕のなのに。僕のなのに。大爆笑だね。知らなかったな。はい、夏美さんはあのマスクマンに何か聞きたいこととかありませんか？うん、マスクマンに何を聞きたいかっていうと、今日は何でも答えるって言ってたよ。今日何でも答えるの？本当に？あのあのチョコレート何個もらった？今まで？最高？最高。最高？それなんか先週でもう終わってましたね。日本語だから先週のあれが抜けん。もう今日20日だよ。あ、そうだね。放送日自体は。待って、2月20日でしょ。何の日よ。2月20日は何の日か分からないけど。別に聞きたいこと今のところないです。嘘でしょ。もうちょいマスクマンに興味持ってあげて。マスクマンはあの楽しい人。乾燥マスクマンの。取り扱い説明書ができたところでさ曲をかけましょう。曲をかける？大丈夫です。曲は16分36秒にかける。細かい。安心してください。やれてる。安心してください。人生のレールが敷かれてる。敷かれてるね。柵の外だと思ってたのに俺。安心してください。箱の中だね。レールから外れてると思ってたんだけどね、今までずっとね。安全なる箱の中だね、囲われてたんだね、うん、でもクーラーついてるよ。あ、クーラーね、あの今本当外の温度が18度でね、今23度でね、室内の方が高いっていうね、夏美さんのこの、ね、暑いんだけど夏美は。ちょっとね、体格がしっかりめの人が3人集まったので、ね、あのやっぱ室温上がるんですよ。いや、暑いわけ普通に、うん、本当に。でも外の方が冷たいよ。これ23度よ今、これ見てください。20度にして。あ、はいはい。嘘でしょ。すいません。ちょっとずつ寒くなってきてるけど俺。はい、そう、寒い？いや、いいけど別に。下がらない。本当？普通に汗かいてる。あんまり20度から下がらないさ、うん、あ、そうなんだ、うん、まあ、結果自由なトークになってるけど、まあ、あ、うん、フリートークだからね。マスクマンが来てる時ぐらいはな、うん、まあ、基本的にあの自分のことをなんかベールに包む人だからな。そうだね。そんなことないよ。淡いベールに。そんなことないよ。そう言ったじゃないか、自分で。リューク統合だって。言ってたね。それ言って。さっき、先週はね、あの、元カノの話もしたしね。ね、結構いけるよ、俺。あ、じゃあ元カノの話聞きたい。あ、何？元カノの話聞きたいです。牙が2本生えてて、うん、で、翼があって、うん、で、耳が長くて、それデビルマンじゃない。それデビルマンじゃない。デビルマンやないかい。耳のところに翼が生えてて、うん、足がなんか爪が入ってて、それシレーヌじゃないか。わかんない。さっと出てこないよ。俺パチンコでしか見たことないその姿。ギャンブル依存症だな。エスポワール。エスポワールね、一回は乗ってみたいで。わかんない、何エスポワールって。カイジですよ。そう、あのじゃんけんすんの。希望の、なんだったっけ、なんだけど、希望の船とかしなかった。希望の船。何それ。あ、まあ、カイジをわからない人はわからないって感じ、うん、あ、面白いよカイジ。うん、まず続いてるよあれ。そうそうそう、ざわざわざわぐらいしかありません。ざわわざわわね、本当に。それは森山良子な。森山ないかい。うん、森山良子先生どうもすいませんでした。先生って呼ぶんだ。ざわわね、ざわわでね、思い出したので一つ言うとね、はい、カラオケ屋さんでおじいちゃんとね、みんなでカラオケ行ったの、うちのおじいちゃんと。うん、80何歳かで亡くなった家族で、はいはい、でお母さんがね、おじいちゃんの前でね、ザワワ歌ったのよ。うんうんうん、里畑の歌って、そう、里木畑の歌、ザワワの歌歌ったのよ、うん、でザワワザワワで、ある日なんだった、父ちゃんはなんだった、パチンコ行きじゃって黒い雨が降ってきた。なんかそういう歌詞があったよね。ブラックレインね、あったよね、黒い雨に、うん、
違う映画をぶっ込んで、おじいちゃんの前でなんでそんな歌歌ったんだろうってなっちゃう、未だに思うわけですよ。おじいちゃん黙祷しちゃってたの、途中から、なんか神聖な儀式になってたの、黙祷しちゃってた、なんか思い出しちゃうよね、おじいちゃん、なんでそれを歌ったのかっていう、うちのマミ、みちこ、やっぱり宗教的な何か意味があったのか、意味があったのかな、なんか関係ないと思うけど、私は教えてやるよみたいな、なんかこう、え、上から目線的な見教え、を教えてやるよってないでしょ、ないんだ、そうか、残念、はい、ではそろそろここから、はい、で、楽曲紹介のコーナー、楽曲紹介のコーナーです、マスクマンが今回は、曲を用意してくれました、はい、おすすめの曲を、私の神様、はい、エフェクツイー様のアグヌル放棄14を、もうかけるんだ、あいつ、タイミングを見計らってるよ、はい、マリー・アントワネットっていう映画で、うん、一番いいシーンで使われてますね、あ、この今から、はいはいはい、どうぞかけるよ、はい、ええ曲や、はい、これはエフェクスツインって、うん、基本的には音だけ、歌歌ってるの、俺詳しくない、詳しくない、歌歌った曲もあるよ、あ、そうなんですね、なんだろうね、うん、一応クラブテクノアーティストだけど、うん、サウンドの幅が幅広すぎて、うんうん、1ジャンルに収まりきらない人で、うんうん、1ジャンルに収まりきらない、だってこれテクノ感ないもんね、あんまり、そうだね、ピアノだね、うん、そうそう、ピアノ感、クラシック感、そう、クラシックというかさ、なんか極端なんだよこの人、うん、うるせえ曲はめっちゃうるせえの、じゃあもうほんとわーって感じなんだけど、静かな曲は本当にこんな感じで嫌だ、そんなイメージがあった、FX ついてて極端なんだよ、うん、で、その振れ幅がすごいから好きなんだよね、うん、とっても個性的、神様だって言ってますもんね、そうそうそう、彼の逸話でね、うん、30日間、うん、3ヶ月間部屋から一本も出ないで平気だったという、シュゴーとかシュワーって音をずーっとやってて、うん、3日間ずーっと起きてて、この起きてる状態で、うん、トリップしてるのが気持ちいいとかね、逸話がいっぱいあるんだけども、はいはいはい、16、12歳から曲作りしてるんだけど、うん、16歳になるまで他人の曲を聴いたことがなかったとかね、田舎に住んでてね、いやで、シンセをもらってね、まずやったことが改造することってね、逸話がいっぱいあるんだよ、なんかもう嘘つきなんだけどさ、この人行かれてんな、行かれてるよ、自分 の、 ライブ、フジロックで、うんうんうん、フジロックのトリで、はい、自分の曲を CD をかけただけとかね、演奏したんじゃなくて、バカにしてるよね、そうなんだ、終わりですね、ゲスト出した方がいいんだよ、次うるさいのになるから、はい、ストップした、マスクマンの紹介してくれた曲、AFX ツインで何でしたっけ、ハグニル40、ハグリード、アグリル14、アグリル14、アグリル、なんかこれもなんかこの曲名もなんか意味がわからないんだけど、この人は、あ、そうなんですね、なんかこうコーンウェールの田舎のなんかスラングみたいなのとかいっぱい使ってて、うん、造語だね、ほとんど、うん、曲名もよくわからない感じで、うんうん、なんか AFX ツインを聴くようになったきっかけとかあるんですか、やっぱりその90年代が青春 で、はい、でその当時やっぱりクラブミュージックが元気が良かったわけで、ね、あ、まあ、でも90年代の音楽って基本的に何でも元気良かったんだけど、うんうんうん、その中で一番変わってたのがこの AFX ツインさんで、はい、シングル出すたんびに違う世界になってて、あ、何なんだこの人がみたいなね、はいはいはい、で大好き、うん、未だに好き、うん、やっぱ個性があるね、この人はね、うんうんうん、同じような音楽を作らないっていうところが、うん、これアーティストとしてはどこの国のアーティストになるんですか、イギリス人、イギリス、あ、イギリス人なの、コーンウェール、お姉さんはイギリスの大臣よ、頭いいんだよ、大臣って政府の中の、うん、最後の大臣かなんか、え、うん、お姉さんが、お姉さん、リアル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 、検索してみてもいいよ、へー、あ、義理のお姉さんとかじゃなくてってこと、リアルお姉さん優秀なんだよ、一家が、うん、で父親が精神病の看護してたっていう、ああそうなんだ、だからなんか看護師、看護師、うん、うん、リアル父親が、でなんでリアル父親、なんでリアルじゃない、リアルじゃない父親や姉が出てくるんだよ、うん、エピソードで、まあなんか
一緒に生まれたお兄さんがいて、うん、それが死別し生まれてすぐ死んで、あお兄さんそれでエフェクツインっていう内緒的な双子っていうツインっていう内のその子の名前意味合いがそこに込められてるんですね。だからなんか死生観みたいなものが基本的にあるっていうか、あのスピードと孤独っていう20世紀がに得た新しい感覚を根掘り葉掘りいろんな角度から追求してる人ですね。スピードってあの車とかね速いスピードっていうのが20世紀になって出来上がったのと、孤独っていうのが資本主義の豊かな社会の中でなぜか孤独を感じて連帯感がなくなるっていうのが新しい感覚にできたわけね、20世紀に、はいはいはい、それをずっと追求してる人だねこの人は、うん、っていう評論を読んだ。今はおいくつぐらいなんですか？50歳ぐらいじゃない。ああじゃあまだまだ、またまた現役で曲出し続けられますね、うん、で曲1日3曲とか作る人でね。あマスクマンみたいじゃないですか。いやいや僕は1週間に3曲です。あでもそれでも絵も1日1枚が描くでしょ。いや描かないよ。嘘だ。ダラダラ描いてるもんね俺。あそうなの。もうねハピアンでね来たら絵を黙々と描いてね、いやダラダラしてるよ俺。あそうなんだ。ねダラダラ、あの2週間に1枚ぐらいだよ絵は。あそうなんですね。ダラダラ描いてるの俺。そんな風に思ってた。手抜いて描いてるのは1日で描けたりするけど、はいはいはい、細かく描こうと思ったやつなんか1ヶ月とか半年をかけて描いてる。あすごいね、まあ、すごいね。マスクマンのねそんな絵とか音楽はねあのハピアンに来たらあの聞いたり見たり触れ合ったりできますんで、音楽は、はい、一気に作るけど、興味のある方はぜひハピアンまで。ではエンディングあります。はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、エンディング、はい、2週に続けてゲストで来ていただいたマスクマンさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう思い残すことはないです。嘘でしょ。今の後に旅立ちます。いや、まあ、お菓子の国に行きます。なんかこれっきりみたいな言い方。あ、そっか、3ヶ月の命だったなと、うん、あそうだった、ま、マイケルとお友達になってくるさ、あの世で。いたずらさ、あのマイケルがでもいたずらしますって言うから、でも僕がいたずらしないだろうね、僕幼児じゃないからね。いや、わかんないよ、あそこで言ったらね、肉体が幼児化にしてるかもしれないし。あいや、メドリアビス。メドリアビス。もうあれ、切ない話なんだね。あめ、まあね、解説をね、読んだ気になってる俺がいるさ。続き買わねえなこいつ。続き続かねえな。あまり売ってないんだよね、あの。あそうそうそう、メイドインアビスはね人気あるんだね、うん、アニメがめっちゃ面白いって岡田斗司夫が言ってたさ。そうそうそう、なんかさタップタップしたものとかさプシューとかさよく出てくるよ、うん、全く説明できないですよね。うん、タップタップしたものなんか安泰性ね。そうね、フライドチキンが食べたいです、ケンタッキーが食べたいですって。いや違う違う違う、なんかおかしくなってその三井久志やだな。バスケットさせてあげてよ。そうだね、一番感動するシーンだけどね。全くわかんないや、名シーンなんだから。全くわかんないや、そんなところでケンタッキーが食べたいです。あなるほどね、あ分かった分かった、バスケがしたいですだ。そうそうそう、うん、はいはいはい、ネットの動画で有名なやつがあるんだよね。そうそうだ、ケンタッキーが食べたいですっていう、あのシーンにケンタッキーが食べたいですっていう、カーネルおじさんに似てる安西先生が出てくる感じ でケンタッキーのあのカーネルさんだぞに、はいはい、画像になってるけど、そういう話題のこんな画像があるんだよ。あそう、うん、変なのばっかり見てるな、うん、面白いな。アンテナがよくわからないんだよな。うん、でもあの夏分かったよ、2週間、うん、2週間の2週分取って分かったことがあるよ。あ、はい、マスクマンは、うん、あの人を笑顔にさせることがある。いや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 、全マスクマンが泣いた。いやなんか言い方になんかちょっと引っかかりがあるんだけど、え笑顔、人を笑顔にさせることがあるって。なんか人を笑顔にさせることがある。どういうことな、人を笑顔にさせることがある。時々普段はないみたいな。あ違う。ね、あまあ金浜さんがね、あの擬音を言うな
って言ってましたからね。本当に大好きでございます。もう本当に普段はないみたいな言い方してる。あ、普段もってことよ。違う、会った人を笑顔にさせる時があるねってこと。さっきね、つかぽんさんの話でもあったけど、マスクマンもね、サービス精神旺盛な人だからね、その笑顔は嫌だな。嫌だね。あ、それか、それか、何を言えばこれは終わるのかなって思って見てた。まあ、あと3ヶ月で僕の人生は終わりますから。ね、みんな笑顔にしてくれる。いや、そんなこと言った、本当になったら怖いからやめて。大丈夫よ、魔界転生していく、世界転生して帰ってくるから。嫌だよ、ここに追悼マスクマンって言っちゃったよ。うん、ごめんね。うん、あの、世界おじさんみたいになんか最強のが、あの、能力を手に入れて、YouTuber として生きていくよ。YouTuber、合ってるかも、YouTuber は。あ、そうなんだ。うん、まあ、ねえ。うん、合ってるかも。2週に続けて。ありがとうございました。またぜひゲストでいらしてください。はい。はい、あのでは、ね、眠気が。そうそう、お願いします。では、今週のメンヘラジオはここいらでお開き。はい。今日も元気に爆中中村つみと。中村健太でした。お薬飲んで。マスクマン。お薬。お薬飲みたいよ。今でも思ってるよ。最後